はい、こんにちは。まーチャンネル前原です。はい、今日は久々のこちらですね。妖怪メダル第2章復刻版です。いやー、懐かしいね、妖怪メダル第2章ね。もうちょうど1年前にもう必死になって集めてましたね。ね、動画では、なんだっけ、シャリコ夫人だけ出なかったってね。最後の1枚がシャリコ夫人だけ揃わなかったんだけど、これはですね、買ったんだよ。シャリコ夫人をね。うん、なんかで買った。どこだっけな。街のそういうメダル屋さんで買ったのか、Amazon で買ったのかちょっと覚えてないけど、とりあえず買ったんだよね。だから2章は全部集まったわけですよ。はい。証拠を見せましょうか。証拠ね。これ懐かしの。大事で塗ったい。そう、第2巻。これね。これ、こんな感じで。1ページ目揃ってますね。塗り壁から運がいきます。そうそう、揃ってますね。2ページ目も全部揃ってますね。はい、揃ってますね。はい、3ページ目も揃ってます。この2つは第3章ですよね。そうそうそう、揃ってます、揃ってますね。頑張って集めたよね、何袋買ったか本当にいっぱい買っていっぱい開けたよね。今までのパックを合わせると100パックぐらい。そんな買ってない。そんなさすがに買ってないよ。90ぐらい。そんなないって。そんな買ってない。さすがに30ぐらいじゃないかな。だって前はさ、全然買えなかったんだもん。一生懸命並んでさ、当たったら1パックしか買えなかったんだもん。だから、パパとママとエイちゃんで行って最大3パックしか買えなかったんだもん。だから全然そんなね、枚数を買ってないよ。そして今回のこの第2章復刻、なぜ買ったかというと、オロチとキュービが輝くメダルになって帰ってきてると。いうことで、この3パックでぜひその2枚をですねゲットしたいという思いで買いました。たった3パックしかないからね。昔ながらの3パックにあえてしました。はい、では早速開けていきましょうか。はい、ではいきますよ。記念すべき1パック目だね。お願いします、精神くん。はい、1パック目、記念すべき1パック目。おっと、あら、これデビビルじゃん。デビビル？ダブったよね。ダブったというね。いや、基本的に全部ダブりだからね。オロチとキュービー以外全部ダブりですから。せーの。ああ、無駄遣い。うわ、懐かしい。次、2パック目いきましょうか。一応ね、ここにね、デラックス妖怪ウォッチ用意してますからね。これ音声確認するためにね。では2パック目いきましょう。2パック目。何これ？風味。風味、あ、風味だ、懐かしい。そしてもう一個がこれってなんだっけ、忘れてしまったな。弁慶ね。最後の3パック目、お、キュービだけどノーマルキュービか。あー、こっちにスペシャルなキュービ入ってないかな。そろそろ言ってください。そろそろゆっくり。違う。デビビル。デビビル、ここでダブるのか。あー、惜しかったね。はい、ということで今回出た妖怪メダル第2章復刻版はですね、無駄遣い、それとデビビル、あと風民と弁慶、そして惜しかったね、キュービとデビビルでした。はい、ということで今回はですね、妖怪メダル第2章復刻版を3パック開けてみましたね。懐かしかった。なんか久しぶりに昔の気持ちを思い出してできたかな。本当に去年はね、なかなか手に入んなくて開けるのワクワクしてたのね。今はね結構すぐ手に入るので、コンビニとかでも普通に余って置いてあります。あと伊北堂とかにも余ってる。デラックス妖怪ウォッチそのままドンと置いてある。そうだよね、もうデラックス妖怪ウォッチも普通に手に入る時代になりましたからね。07もね。そうだね。それとですね、妖怪メダル第5章、これをね、なんかね、買ったはいいけど開けずにずっと取っといてんだよね。買ってどんどん次足していつの間にか18パックになってましたので、これはですね、またセカンドチャンネルで一気に開封したいと思います、そのうちね。はい、ということで今回は、当たんなかったけどちょっとキュービーが欲しいのでってちょっとドキドキしたね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。